シカゴサウスショアサウスベンド鉄道は、イリノイ州シカゴ、インディアナ州、サウスベンド間の貨物輸送を担う三級鉄道である。本鉄道は、一級鉄道とイリノイ州北東部、インディアナ州北西部にある地元の工場を接続する役割を担っている。かつては、旅客列車と貨物列車の両方を運行していたが、1989年の 倒産の後旅客営業を譲渡し、もっぱら貨物営業のみを行っている。かつては電気機関車での貨物営業が行われていたサウスショアー線も参照サ,サウスショアー線は1903年に付設された。貨物と旅客輸送の両方をシカゴサウスショアサウスベンド鉄道が運用していたが、1989年の倒産後旅客輸送は、 北インディアナ通勤交通地区に引き継がれた。貨物列車運行と旅客以外の路線は1990年アナコスティアパシフィック車所有の新しいシカゴサウスショアサウスベンド鉄道に引き継がれた。貨物輸送専業となってからはシカゴサウスショアサウスベンド鉄道は全線ディーゼル機関車で運行されている。シカゴ港、プロビソヤード、ジョリエットを経由して シカゴ地域の他の多くの鉄道に直通運転している。シカゴサウスショアサウスベンド鉄道の主な事業は石炭、鉄鋼の輸送である。石炭はミシガン式と北インディアナ公共サービス会社が所有するバーンズハーバー発電所に搬入されている。また沿線に多くの顧客を有している。ありがとうございます。